今回は ZV-1 の能力を限界まで引き出す裏技を皆さんにご紹介します。1つ目がボケを大きくする裏技、2つ目が連続撮影時間を6倍にする裏技、3つ目はオーバーヒート保護装置というものがあるんですけども、それが作動しにくくなるようにする裏技、4つ目は画角を広げる裏技。今回はこの4つの内容を具体的なやり方を踏まえながら皆さんにお伝えしていこうと思います。こんにちは、トニーです。お久しぶりです。皆さん ZV-1 使っていますか？最高ですよね。前回の動画で ZV-1 を買うべき人、買うべきではない人の話をしましたが、その動画が大変好評なので今回もですね ZV-1 の話をしていこうと思います。今回はですね ZV-1 を普通に使っていると、どうしてもぶつかってしまう、なんでしょう、限界の壁みたいなものがあると思うんですけども、そういったものを ZV-1 の能力を引き出すことで解決したり、あとはプラスアルファのガジェットを使ったりして、その限界を突破するような使い方っていうのを皆さんに説明していこうと思います。それでは早速いってみましょう。改めましてトニーと申します。映像や動画の制作をしながら、最近だと YouTuber として活動も始めた、YouTuber です。このトニラボではカメラの話や、映像制作、動画制作のノウハウっていうものを皆さんにお伝えするチャンネルです。興味のある方は是非ともチャンネル登録をしておいてください。今回の話を皆さんにする前に、僕はこの半年間、ZV-1 を購入してから、実際に映像のお仕事でも撮影でカメラマンを担当したりもしているんですけども、そういった撮影の案件でも実はちょっと使ったりしています。どういった案件でどういう使い方をしているのか、やっぱりコンパクトデジタルカメラっていうところで使い方って結構限られてはくるんですけども、使い方によってはプロの現場でも通用するような製品であるというふうに思っています。この辺の具体的なお仕事でどういうふうに使っているっていうようなお話は、また別の動画で改めて出そうかなと思っています。今回は ZV-1 の能力を限界まで引き出す裏技を皆さんにご紹介します。1つ目がボケを大きくする裏技、2つ目が連続撮影時間を6倍にする裏技、3つ目はオーバーヒート保護装置というものがあるんですけども、それが作動しにくくなるようにする裏技、4つ目は画角を広げる裏技。今回はこの4つの内容を具体的なやり方を踏まえながら皆さんにお伝えしていこうと思います。それではまず1つ目の背景ボケを大きくして写真映像をきれいに撮影する方法をお伝えしていこうと思います。前提としまして、スマホのカメラもそうですし、ZV-1 のようなコンパクトデジタルカメラもそうですし、最近主流のミラーレス一眼カメラだとか全部そうなんですけども、光を集めるセンサーというのがあります。このセンサーの大きさが大きければ大きいほどボケが大きくなって、ノイズが少ない、暗いところで撮影した時に、暗いところがジラジラするようなノイズが少なくなるっていうような利点があります。前回の動画でお話ししたように、スマートフォンのカメラだとか、ハンディカムのカメラだとかコンパクトデジタルカメラっていう、そういうカメラに搭載されているのは 2.3 分の1型の、ちょっと小さい小型のセンサーが搭載されているっていうお話をしたと思います。でこの ZV-1 にはその 2.3 倍大きな1型センサーという大きなセンサーが搭載されています。このセンサーが大きいことで、ボケが大きくなるっていうような、特徴があるんですけども、その特徴を生かした機能っていうのがあるっていうことを、前回お伝えしました。ただですね、今回皆さんにお伝えする内容だとかを知らない状態で皆さんが ZV-1 を使っていた時に、おそらく言うほどボケないんじゃないっていうふうに思われた方もいるんじゃないかなと思います。ボケを大きくする方法だとかっていうのは結構いろいろありますので、その何でしょう、カメラの仕組み的な話だとかっていうところも踏まえて、皆さんにお伝えしていこうと思います。今回は、背景をボケるようにするために屋外で撮影をしてきました。具体的にどういうふうに変わっていくのか、そういった説明を交えて皆さんにお伝えしていきますので、そちらの映像をご覧ください。はい、それでは、ZV-1 を使って実際に背景をぼかしていくためにはどうすればいいのかということを、今から説明していこうと思います。まず1つ目、この ZV-1 を使っている方、もしくは調べたことのある方であれば結構ご存知の方多いのかなとは思うんですけども、ボケ切り替え機能というのがあります。このボケ切り替え機能というのを使うことで背景をぼかすということができるようになっていきます。今すでに使っているんですけども、ちょっとボケてるかもしれないけど言うほどボケないじゃんって皆さん思うかもしれません。ただ、設定、カメラの設定としては、ちょっと専門用語になるんですけども、 F 値だとか絞りって言ったりするんですけど、これが一番ボケる状態に設定されます。ですので、この状態でこの後説明するテクニックも併用することで一番ボケる状態をカメラの設定として作ることができるということですね。2つ目のテクニックは望遠端を使うということです。 ZV-1 はズームができるということで 24mm の広角から70mm の望遠まで、望遠じゃない中望遠まで使えるっていうことで、かなり万能なズーム域を持ったカメラになっています。で、カメラの何でしょう、セオリーといいますか、広角の状態って基本ボケが出にくいんですね。広角は基本ボケが出にくいんですけど、望遠にしていくと、望遠端を使っていくと背景がボケやすいというような基礎知識みたいなのがあったりします。なのでちょっと今から望遠にしてみますね。今背景のボケ具合見ててください。いかがでしょう。背景がすごく大きくボケて見えるんじゃないでしょうか。この望遠端を使うっていうのはかなり大事なテクニックだと思うので、なんでしょう、背景ぼかしたいなって思う方は、基本望遠端を使うみたいな、できる限りズームしていくっていうのが大事かなと思います。そして最後のテクニックなんですけども、このカメラと被写体の距離を近づけるっていうことと、被写体と背景の距離を遠ざけるっていう、この2つを心がけることが非常に大事になってきます。例えば僕がカメラに近づくと背景がより大きくボケるようになります。いきますね。いかがでしょう。背景大きくボケてるんじゃないでしょうか。僕にピントが合ってるからですね。この状態で遠くに行くと背景もあんまりボケなくなっていくという感じになっています。逆に今背景すごく遠くにあるのですごく大きくボケてるんですけど、これが、この後ろなんか草がありますよね。僕と被写体と背景との距離があまり大きく開いてない場合、望遠端にこう切り替えたとしてもボケってそこまで大きくならなかったり、結構ボケてはくれるんですよね。結構ボケてはくれるんですけど、あんまり大きくボケてくれなかったりすることもあったりします。なので、被写体と背景の距離を取るっていうことと、被写体とカメラをできるだけ近づける。ただこう望遠端を使うとすごいなんでしょう、望遠でズームになってしまうので、あんまりこう人とカメラを近づけるっていうのはちょっと難しくなってくるのかな。こう近づいちゃうとめっちゃ近づいちゃうんで、なので、ある程度離した状態にはなってくるので、できる限り遠い背景を用意するっていうのが大事になってくるんじゃないかなと思います。ここまで背景をぼかすために有効な3つの方法を皆さんにお伝えしてきたんですけども、すいません、これ4つ目の方法ありまして、撮影し忘れてしまいました。ここで改めて背景をぼかすための4つ目の方法をお伝えしていこうと思います。その4つ目の内容なんですけども、この内容っていうのは多くの YouTuber の方がデメリットとして捉えている部分をメリットとして活かすっていうような方法になっています。具体的には手ブレ補正モードアクティブを使うというものですね。今回撮影をする時に背景をぼかすなら望遠端を使いましょうというお話をしました。70mm の中望遠ですね。中望遠の画角を使うことでより背景をぼかすことができるというようなお話をしたと思います。それに加えて手ブレ補正のアクティブというのは通常の画角をクロップしてちょっと狭く映るような効果があると思うんですけども、それを逆手にとって望遠端をさらに狭く、さらに望遠にしてしまおうっていうような考え方をします。ほとんどの YouTuber の方はその手で持って撮影を自分を撮るっていうこと、 Vlog ですね、 Vlog 形式で撮影をするので手ブレ補正アクティブで撮影をしてしまうとどうしても狭くなってしまって自分の顔が大きくなっちゃうっていうところでマイナスポイントとして捉えてる人しかちょっと見たことがないんですけど、これを背景をぼかす手法として望遠端をさらに望遠にすることに使うことによってメリットとして捉えることもできるんですね。具体的にどれぐらいクロップされるのか、どれぐらいの画角になるのかっていう話なんですけど、個人的な調査の結果の実測値なんですけども、これは具体的には 20% のクロップが入ります。これ 20% のクロップが入るっていうことは計算をすると約 84mm の画角になるということですね。 84mm っていうとよくあるポートレートレンズ 85mm の画角なのでほぼ同等の画角が手に入ることになります。85mm の画角何がいいのかっていうと、人間を撮っても物を撮ってもすごい綺麗に切り取られた雰囲気が出て、なんかすごく作品性が増す画角なんですよね。何を撮ってもいい感じになってしまう魔法の画角っていうふうに僕は思っていますし、Twitter でもこれを言ったことはあるんですけども、そういった意味で 85mm に非常に近いこの画角っていうのが望遠端を使いつつ手ブレ補正アクティブを使うことで、使うことができるということで、非常にね僕はこれを発見した時にも胸がときめいてしまったんですけども、もう 85mm が使えると思って非常に嬉しく思いました。なのでね、こういった画角っていうものを、積極的に使える場面があれば是非とも使ってもらえると、背景もボケますし、何か物だとか人を撮るっていう時にも非常にいい画角になると思います。はい、そして2つ目なんですけども、 ZV-1 の連続撮影時間を約6倍にする裏技です。前提としまして、もう ZV-1 使われている方、もしくは調べた方は知ってる方も多いと思うんですけども、 ZV-1 のバッテリーって結構小さいんですよね。容量が小さいので、約40分ぐらいの連続撮影をしてしまうと、もうバッテリーが空になってしまうんです。それをですね、今回は解決していこうと思います。解決の方法なんですけども、これ ZV-1 単体では解決できません。なので他のプラスアルファのガジェットを使います。実際のやり方、何を使うのかっていう話なんですけども、この ZV-1 っていうカメラはですね、 USB で給電しながら撮影することができるんです。なのである程度大きな電力が出せるようなモバイルバッテリーであれば、給電に使うことができるんですね。ここまで皆さんこれを聞いてこう思われたんじゃないでしょうか。モバイルバッテリーつけんの？取り回しめっちゃ悪くなるじゃん。いや、そんなのしないでしょ。違うんです。大変いいガジェットが世の中には出回っていました。それもご紹介しようと思います。グリップ型モバイルバッテリー、ピンと合ってくれ。合わない合わないモバイルバッテリーというわけでですね、このカメラグリップ型のモバイルバッテリーというのを見つけました。これカメラ用品たくさん出している健康さんというかなり有名なメーカーなんですけども、そこが出している 5000mAh のモバイルバッテリーになります。こういう形してますので、見えるかな、こういう形してますので、例えば ZV-1 に直でこうやってこういう風に直で持ってもいいですし、あとですね、今回これまっすぐしかつかないので、プラスアルファのスモールリグさんから出ているかなり小さな自由雲台を買ってきて、それを組み合わせることによってグリップにしています。具体的にどういうことなのかっていうのをちょっとお見せしますね。はい、こういう形でつきました。なのでグリップとしてこう握れますよね。握った状態でこの斜めに取り付けるようにできるようなこの曲げ方にしておいて、このカメラをひっつけると、こういう風に ZV-1 をくっつけて、 ZV-1 の充電する USB ですね、 USB に USB ケーブル突っ込んで、でバッテリーグリップのここに USB 挿すところがありますので、ここに USB ケーブルを挿します。でこれで電気的につながりましたので、ここ見てもらうと分かるんですけど、ランプが光ってるんですよね。今充電してますっていうことです。これは ZV-1 を、撮影で使ってない時は充電するし、そうでない時も給電しながらずっと撮影ができるよっていうことです。バッテリーグリップどれぐらい残量残ってるのかっていうのはちゃんとこれインジケーター4つのランプで分かるようになっています。非常にね使いやすそうだなと思って買っちゃいました。あとこの USB のケーブルなんですけど、これは完全に別売りでした。うまいことをつながるようないい長さのものっていうのが、なかなかなくて結構探したんですけど、いいのを見つけましたので、それも下の概要欄に貼っておきます。 ZV-1 にセットのやつだと、グリップがついてるじゃないですか。この なんたら BT っていうやつがあるんですけど、このソニーの純正のやつですね。これも、なかなかいいなとは思ったんですけども、全然使わないんですよ。なぜならもう ZV-1 って軽いんで、もうカメラだけでこうやって撮っちゃうことも結構あったりしたんですよね。なのでいちいちこれまで持って歩くって結構面倒くさくて、あんまり Vlog って撮らないし、なので僕にはちょっと合わなかったっていう感じなんですけど、こっちに関してはバッテリーがついてくるので、撮影時間がもう爆増するわけじゃないですか。なのでさっきの純正のやつとは結構認識が違っていて、だいぶ安心して撮影できるような状態を作れるんじゃないかなと思っています。長時間撮影をするために必要なのはバッテリーとデータ容量が必要になってきます。なので SD カードも必要になってきます。どれぐらいの容量の SD カードを用意すればいいのかと言いますと、 256GB の SD カードを用意しておけば、とりあえずこのバッテリーで撮影する分には十分な容量になっています。 128GB だとちょっと足りないんですよね。具体的にどれぐらいの撮影時間になるのかっていうところを耐久テストとかもいろいろしています。その結果としましては、 4K で撮影している時は4時間40分ぐらいバッテリーが持ちます。4K で撮影している時は全部で容量は 217GB になりました。でフル HD サイズで撮影した時には7時間の撮影ができています。これももちろんモバイルバッテリーだけではなくて、十分な給電能力のある AC アダプターと USB ケーブルをちゃんと使っていれば ZV-1 で 256GB の容量を全て使い切るような撮影っていうのもコンセントにつないでられるっていう感じであればすることもできます。ただ今回のすごく大きな利点は、どこにでも持っていけて、約5時間 4K なら約5時間の連続撮影ができるっていう、それがかなり素晴らしい内容になるんじゃないかなと思って皆さんにご紹介しました。この撮影時間を突破するために必要なものは、ZV-1 本体と 256GB 以上の SD カードと、今回ご紹介した健康さんの 5000mAh のバッテリーグリップと、短い USB ケーブルとミニ自由雲台の5点が必要になります。はい、そして3つ目は ZV-1 についているオーバーヒート保護装置を、できる限り働きにくくするような方法になります。これ ZV-1 に限らずそうなんですけど、こういったカメラっていうのは基本的にはセンサーが大きければ大きいほどなんですけども、撮影していると熱を持ちやすいんですね。で熱を持つと、カメラのセンサーって熱に弱いので、熱で壊れてしまわないように壊れる前に安全装置が働いて、起動できなくなる、撮影できなくなるっていうような機能が備わっています。どのカメラにも備わっています。でこの機能なんですけども、壊れないようにしてくれるのはありがたいんですけど、止まっちゃって、しかもその後熱が冷めるまでは撮影できないんですよ。で実際の例えば仕事の現場とかでそういうことが起きてしまうと、わーってなるわけじゃないですか。もうジエンドですよね。なので壊れにくくするためのこのオーバーヒート保護装置なんですけども、それをできる限り働かないようにしていくための方法をお伝えします。1つ目は気温が高いところで撮影しない、そして直射日光を避ける。特に直射日光ですね。直射日光が当たっているとものすごい熱くなっちゃうんですよ。なのでもう直射日光はもう言語道断だと思ってください。その直射日光以外にもその気温が暑いと結構まずいです。じゃあ何度以下の環境だったら気にせずに撮影ができるのっていうのも皆さん気になると思うので、こちらで調査をしてみました。一つの目安として考えてほしいのが、25度の気温で撮影しているとたまにオーバーヒート放送値が発生します。この後の方法を取ってというのですね。25度で発生する時もあれば発生しない時もあるっていうボーダーラインが25度でした。で20度まで下げている状態で撮影していたら最後まで撮影できます。電源をずっとつなぎっぱなしで 256GB の容量が全て埋まりきるまで撮影したとしても最後まで止まることはありませんでした。なので20度とかで撮影しておくと安全ということは覚えておけばいいんじゃないかなと思います。はい、次に2つ目。これは ZV-1 の設定の話なんですけども、ZV-1 のメニューの中には自動電源オフ温度というのが設定の中にあります。どこにあるのかというと、メニューを開いてもらって、右から2番目のセットアップの項目ありますよね。カバンのマークです。そのセットアップの項目の2ページ目の上から3番目。自動電源オフ温度というのがありますので、こちらの設定を変更してください。何も変更していないとここが標準になっているんですけども、これを高い高に変更してください。するとですね、記録時間を優先するため本機の温度が通常より高くなることがあります。設定しますかっていう確認が出ますので、確認を押してもらえれば自動電源オフ温度を高に設定することができます。これをしておくことである程度の温度になっても止まりにくくなるっていうことですね。絶対に止まらないということではないんですけども、通常の状態よりは結構止まりにくくなります。3つ目なんですけども、これも一つ設定といえば設定なんですけども、撮影をするときに 4K なのかフル HD なのか皆さん選ぶと思うんですけども、4K とフル HD では熱くなる熱量が変わってくるんですね。もしその 4K で撮影する必要はないけど念のために 4K で撮っておこうみたいなことをする場合は、熱が原因で止まっちゃまずいっていうような時には 4K じゃなくてもうフル HD で撮っておくとかなり止まりにくくなるのでおすすめです。つまりカメラにとって負荷のかかる撮影をすると熱くなりやすいっていうことなんですよね。ごめんなさい、これはちょっと確認はしてないんですけど、おそらくハイスピードモード 120fps のフル HD で撮影した時もおそらく熱くなっちゃうんじゃないかなと思います。なので長時間の撮影が必要な場合は必要最低限の設定で撮影をすると温度が原因で止まることっていうのは、できる限り、可能性として極力抑えることができるっていうことですね。それに付随してなんですけども、画像のその映像の大きさだけではなくて手ブレ補正オンなのかオフなのかっていうところでも結構変わってきます。なのでですね、もし定点カメラ、例えば何かしらのイベントとかを、定点カメラでずっと撮影しないといけないっていう時に、撮影する時には、定点カメラなどで手ブレするっていうことがまずないっていう、そういう状況では手ブレ補正をオフにしておくっていうことが結構大事になってくるかなと思います。特にそれを知らない場合って、とりあえず手ブレ補正をオンにしておけば、揺れても揺れなくても、手で持っていても三脚に乗せても、変わんないでしょっていうふうに思うと思うんですけど、熱の上がり方が変わってきてしまうので、そこはオフにしておくといいと思います。オーバーヒート保護装置を働きにくくする、最後の方法なんですけども、バリアングルの液晶を本体から離しておく。このカメラの後ろにですね、ここに、まさにセンサーとか入っていて、ここに熱がすごいこもるんですね。なのでモニター閉じたまんま撮影をしている時と、こうやって離している撮影している時とでは放熱量が全然変わってきてしまうんですね。なので本体から離した状態っていうのを作ってあげると、とにかく放熱がうまくいくので、途中で止まるっていうことが非常に抑えられる設定になります。はい、そしてこの動画4つ目の最後の項目ですね。画角を広くする裏技。この画角を広くする裏技って聞いて YouTube を結構見漁ってる人とかは、おそらくあれだろうなって思った人もいるかもしれないんですけど、それじゃないです。皆さん、ワイドコンバージョンレンズっていうものを知ってらっしゃいますでしょうか。おそらくワイドコンバージョンレンズだと思った人もいると思います。ワイドコンバージョンレンズっていうのがありまして、いわゆるそのミラーレス一眼のカメラだとか、一眼レフのカメラだとかっていうもののレンズがあって、そのレンズの先につけることで本来のレンズよりも、広い範囲をレンズ的に湾曲させて広く見せるっていうようなことができるのが、このワイドコンバージョンレンズという製品になります。一言で言ってしまうと、画質がめっちゃ落ちるんですよ。許容ラインよりも大幅に落ちる感じだったので、僕はこのワイドコンバージョンレンズはちょっとないなっていうふうに判断しています。でこのワイドコンバージョンレンズを使うぐらいだったら、この ZV-1 で何をするのかっていうところにもよるとは思うんですけど、やっぱりこの何でしょう、そのピクチャープロファイルだとかっていうのを使えたりする、結構プロが使えるような機材であるっていうことを念頭に置いた時に考えたら、画質がその落ちるっていうのは結構許されないんじゃないかなって思ったりするんですね。しかもまあ重たいんですよねこれ。なのでこのコンパクト性とか、その重量が増えて取り回しが悪くなるだとかっていう、そのマイナス面の方がちょっと大きいなと思って、今回この ZV-1 に取り付けるっていうことをもう買ったんですけどやめたんですよ。どういうふうに画質が悪くなるのかっていう映像は、おそらくワイドコンバージョンレンズで YouTube 検索とかすると実際につけた人ってたくさんいるので、そっちの方の映像とかを見てみると分かると思うんですけど、2つの画質の落ち方をしています。まずその画面自体がその湾曲して見えてしまうっていうような、いわゆるタウ型収載に近いような歪み方をしてしまうっていうのが一つです。これ結構きついなっていうところあったんですけども、それ以上にきついのが色収差なんですよね。こう画面の外側に行けば行くほど、その色がなんか滲んでいく。眼鏡かけてる方は分かると思うんですけど、眼鏡の端っこの方こうやって見てみると、なんか色がちょっと青く滲んだりしてるのが分かると思うんですけど、ああいうのがめちゃめちゃ強く出ちゃうんですよね。そこまで画質を落としてまで ZV-1 で撮りたいのかっていうと、僕はそんなことないんですよね。そんなことをするぐらいだったら GoPro 買った方が全然いいと思いますよ。なので、僕が紹介するプロダクトとしては、ワイドコンバージョンレンズは、この ZV-1 につけるっていう選択肢としてはないなっていうふうに判断しています。じゃあその代わりどうやって広い画角を確保するのかっていう話なんですけど、もうこれ方法はもう一つしかないですよね。ほとんどの YouTuber の方、この ZV-1 とセットのグリップ、使って撮影しています。このグリップに一つ原因があると思っていて、これは単純に短いんですよね。なので、カメラと自分との距離っていうのが、確保できない。この距離になっちゃうんです。結構近いですよね。この距離で 24mm かつ手ブレ補正のアクティブをかけることで 20% のクロップがかかってしまう。それだとそんだけ近くなっちゃうよねっていう状態なんですね。じゃあ具体的にどういうふうに解決していくのかっていう話なんですが、先ほど皆さんにご紹介したこのグリップを使っていきます。言うてこのグリップもこちらのグリップと長さは変わんないです。ほぼ同じ。ちょっと長いぐらいですね。この組み合わせの方がちょっと長いぐらいですけど、もうほぼ変わんないです。なんですけど、このグリップの下にはさらに三脚ネジがついているんですね。4分の1インチのネジがついていて、ここにさらに何かを刺したりすることができます。で、ここでおすすめしたいのがこういった、ミニ三脚ですね。ミニ三脚っていうものがあります。これ非常に使いやすいやつなんですけど、ちょっとこれは重たいので、今回のこの目的に合わせるのであればもうちょっと軽い三脚を使った方がいいかもしれません。どういうふうに使うのかっていうと、こういった形で下にはめちゃうっていうことをすることで、かなり長いグリップに変化させることができるんですね。はい、ZV-1 をつけました。いわゆるこういう状態で撮影することができます。ある程度長いですよね。長さが確保できていると思います。ここまでするとちょっと魔改造って言われちゃいそうなんですけど、ここまですると、広い画角を確保しつつ、長時間の撮影までできるっていうような状態を作り出すことができます。先ほど外に撮影に行った時に、ついでに、こちらのグリップと、この状態のグリップとでどれぐらい画角変わるのかっていうのを実際に撮影して調査をしてみました。映像を撮ってきたのでご覧ください。今、手ブレ補正モードのアクティブの状態で ZV-1 と一緒に売られている、グリップですね、グリップを使って撮影をしています。手ブレ補正アクティブだとどうしてもこう画角が狭くなってしまうということで、僕の顔がすごく大きくなってしまうっていうところで、こう腕をめちゃくちゃ長く伸ばしてしまうと、ここまで頑張ればここまで伸びるんですけど、この結構頑張らないといけなくて、この状態でずっとキープするって結構大変なんですよね。はい、というわけで、長い自作のグリップの方に切り替えてみました。結構長いので、引いた状態の絵が撮れるんじゃないかなと思います。普通に撮影するとやっぱりカメラのマイクと、僕のこの口との距離がやっぱり開いてしまうっていうところで、音が取りにくくなってしまうっていう、懸念点もあるかなと思うんですけども、それも解決する方法として、この後皆さんご紹介する無線のマイクの機材があったりします。そういったものも併用して使っています。カメラとの距離がある程度開きましたので、結構自然な感じで、手ブレ補正アクティブだったとしてもある程度、自然な感じで画角として、使えるんじゃないかなと思います。非常に、使いやすい長さかなと思います。またこのグリップですね、 5000mAh の、モバイルバッテリーも組み込んであるということで、実質5時間ぐらいの連続撮影ができるということで、いい感じになったんじゃないかなと思います。ただやっぱり重くなってしまったりだとか、大きくなってしまう代わりに取り回しが悪かったりっていうところで、そこは結構一長一短なのかなっていう感じはしますね。で、ワイドコンバージョンレンズとやっぱ違うのは、明らかに画質が悪くならないっていうところですね。そういった利点があるので、これも一つ一考してみていいんじゃないかなと思います。今回はこのバッテリーを組み込むっていうところでちょっと重くなってしまってるんですけど、ただ長くするだけのグリップというよりもミニ三脚っていう形で売られていたりするものもあります。そういったものもちょっと皆さんにご紹介していこうかなと思います。はい、動画の中でちょっと言ってたんですけども、 ZV-1 をこうやって遠くにすることによって一つデメリットがあるんですね。カメラのマイクと自分の口との距離が開いてしまうので、他の雑音を拾いやすくなってしまう、口からの声以外の音を拾いやすくなってしまうというようなデメリットもあったりするんですけども、それを解決するプロダクトも一緒にご紹介します。ロードワイヤレスGO、ピントが合わない。はい、ロードのワイヤレス GO という製品になります。これ何なのかっていうと、マイクの音声を無線で飛ばすっていうようなマイクになっています。2つあるんですけども、1つがこれそのものがマイクになっていて、例えばここにこうやってつけておくことで、ピンマイクになったりもするんですけど、ちょっと大きいので目立っちゃうんですよね。なのでピンマイクを買ってきて、これに挿すっていうこともできて、なのでこれをポケットに入れて、ピンマイクをここにつけて撮影をするみたいな。ピンマイクでこれ無線を飛ばす先がカメラの上にくっつけてるんですけど、このカメラの上にこうくっつけることもできる、こちらの方に音声を飛ばします。で、音声を飛ばして、このカメラにちょっと今接続してないんですけど、これに付属しているラインでカメラにつないで撮影をすることで、ピンマイクで話すことができる、ここから音声が届くというようなことができる製品になっています。はい、音が届きにくくなる問題はこれで解決ができます。はい、というわけで長々語ってきましたが、ここでまとめをしようと思います。1つは、ボケを大きくする裏技、4つありましたよね。ボケ切り替えモードを使うこと、被写体、カメラ、背景の位置関係、カメラと被写体の間は短く、被写体と背景の間は長く撮ることで背景を大きくぼかすことができます。で、望遠端を使うこと、望遠であればあるほど背景がボケて見えます。で、手ブレ補正アクティブを使うこと、手ブレ補正アクティブを使うことで、約 20% のクロップが実現します。次に連続撮影時間を6倍にするラウザー。こちらは 256GB 以上の SD カードと健康さんのバッテリーグリップ、そして USB ケーブルと、これはねあった方がいいなと思うのがこうミニ自由雲台ですね。スモールリグさんから発売されているミニ自由雲台も一緒に買ってしまうとこうしなくて済むというか、この斜めの状態で撮影できるので、このミニ自由雲台もあった方がいいと思います。そしてオーバーヒート保護装置が、動きにくくする方法、気温が高い場所で撮影をしない、直射日光に気をつける、自動電源オフモードを高に設定する、でもし 4K の撮影が必要ないのであればフル HD で撮影をする、そして手ブレ補正モードもオフにしておく、最後に液晶を本体から離して使う、そして画角を広げる方法、ここではワイドコンバージョンレンズには触れませんでした。もし興味のある方は、ガジェットとしては面白いんでね、ただ遊ぶっていうことで使うのであれば是非遊んでみてほしいなとは思うんですけども、その映像をちゃんと撮影する機材として考えた時にはワイドコンバージョンレンズを使ってしまうとちょっと実用に耐えない画質まで下がってしまうっていうところが非常に大きな問題としてありました。なのでここで扱うのはワイドコンバージョンレンズを使った画角を広げる方法ではなく、画角を広げるのではなくて被写体とカメラの間を距離を取ることで、広い空間を確保するという方法を皆さんにご共有させてもらいました。はい、ということで、新年一発目の動画になりました。このチャンネルではアフターエフェクツやカメラの使い方、使えるテクニックなどの情報を発信しています。興味のある方はチャンネル登録をお願いします。高評価ボタンを押していってもらえると動画を作る励みになります。そして最後にお知らせです。私が代表を務めるスカイボックスでは動画・映像の制作を行っています。まるっと安心して任せられる映像制作チームです。あなたのご依頼お待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。